プロイシシュ・オルデンドルフは、ドイツ連邦共和国のルトラインベスト・ファーレン州、デトモルド行政管区のミニーコール・リュベッケ軍に属す、市である。人口約1万3千人ほどのこの市は、ミニーコール・リュベッケ軍で最も小さな市町村である。オルデンドルフは10世紀に、初めて文献に記録され、1719年に都市に、昇格した。1905年、市名に公式に、 プロイシシュという就職語が関された。これは、鉄道や郵便での識別性向上のための措置である。現在の地域は1973年に行われた、地域再編によるものである。プロイシシュ・オルデンドルフは、ノルトライン・ベスト・ファーレン州北東部、オスト・ベスト・ファーレン・リッペ地方北東部の、ニーダーザクセン州との宗教に面して位置している。地域の南部は、 ビーエン産地の両線が、市境をなしている。南西部では、ビーエン産地とその市脈であるエッゲトが、エッゲ峡谷を形成しており、ここに、ベルニングハウゼン地区がある。市の中ビク産地領域で高い山は、西から東に、ノンレンシュタイン、リムベルク、マッシュベルク、グレージングハウザー、ベルク、アルテフェルブレンである。市の北部はほぼ平坦な北ドイツ定地であり、 地域の約に、山が、海抜50メートル付近に位置している。市北部の低地の南側は、BN 山地北側のリュベッカーレスラントに接している。地域の最北部は、ラーデンリーペナウナー、ゲーストに含まれる。南から BN 山地の霧同士の峡谷を通って、まだ有志間もないグローセア上エ側が市内に流れ込んで、くる。この川は、 いくつもの支流を受け入れながら、地域を南から北に貫いて流れている。右岸から流れ込むフレーテ川が市内で最大の支流である。リムベルクでは、グローサー・ディークフルスが流出する。この川は、最後は、アウエ川の西側を北に向かって流れ、その後一部は、市の北境をなして、市の外側で、アウエ川に合流する。アウエ川とディクフルスは、に、 地域の北部を、西から東に流れる、ミッテルランと運河の下を横切っている。プロイシシュオルデンドルフは、北はシュテムベーデン及びエスペルカンプ、東はリュベッケ及びヒュルホルスト、南は、ヘルフォルト軍のレーディングハウゼン、西は、ニーダーザクセン州オスナブリュック軍のメデ及び、バートエッセンと境を接する。地域の面積は、約66.78平方キロメートルである。 南北軸の最大距離は約1 1トル東西のそれは約1 0トルである。市内の最高地点は市の南東に位置する2 9 1 1ルのアルテ・フェルブレンである。最低地点は市の北西部グローサー・ディークフルスの渓谷の4 5 8ルの地点である。ここから市の北境までの間で高度が5 0ルを超える地点はない。 地域は主に農業に用いられており、それに応じた田舎の風情である。森があるのは主には、ビーエン産地とエッグだけである。ホルビンケラーホルツが、低地地域にある、唯一の、小さな森である。この市のあたりは、ビーエン産地の幅が、比較的、広い箇所にあたるため、ビーエン産地とエッグを合わせると森林の面積は、地域の約20%を占め、隣接する。 市町村よりも高い値となる。土地利用の概要を以下の表に示す。出典データ管理、統計局史の基本条例3アブス1によれば、プロイシシュオルデンドルフ氏は以下の重築からなる。本氏は、地理上の一体性から多くの案件について、ニーダーザク選手に属すビュッシャーハイデ地区をも管轄している。例えば、給水、ゴミ回収。 学校等である。ビュッシャーハイデを正式に、プロイシシュ・オルデンドルフに正式に合併する案は、住民の抵抗にあった。一基本条例によれば、公式な名称は、現在もハルツハウ人である。プロイシシュ・オルデンドルフの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と、大陸性気候との変わり目に位置することや、北ドイツ定地に位置することによって支配されている。 この地域は主に海洋性気候なのだが、時折大陸性気候の影響を受けている。冬は大西洋の影響により比較的穏やかで、夏はほどほどに暑く、降水は比較的平均している。年間平均気温は約摂氏9度だが、これには高度が影響を及ぼす。エン産地の高度が高い地域、特にエッゲ峡谷では、これより、 約摂氏0.5度低い。市の北部はやや暖かい。低地はビーエン山地の風下側に当たることに決定的な影響を受けている。トイトブルクの森やビーエン山地が大西洋から吹く南西風に乗った湿った前線からこの町を守っている。北海方向には大きなバリアはなく海までの距離も比較的近いのだが、 それでも風向きが気候を支配している。このため、ビーエンサ山地北側の地域は、最も乾燥した地方であるオストベストファーレインリッペの一部に数えられる。平均年間降水量は650から700ミリメートルである。ビーエンサ山地内の高地、特にエッゲ峡谷の集落は、明らかにこれよりも降雨が多い。平均年間降水量は、 低地よりも100ミリメートル近く大きな数値である。肥沃なリュベッケオード地方に位置するこの町の地域は古くから入植地であった。例えばヘーデムの前史時代の出土品は3世紀から4、5世紀には濃厚を伴う定住地があったことを示している。プロイシシュオルデンドルフ氏が現在の場所に発展したのは偶然ではない。この町の位置が BN 山地の北側を、民伝から、オスナブリュックや、ブラームシェに至る中世初期の軍事、通称道路沿いの交通の便が良い場所にあったことが、その決定的な理由であった。南の地区は、BN 山地を越える街道沿いに位置していた。この古道は、帝国都市、ヘルフォルトへ、さらには、ビーレフェルトやデトモルトへも通じていた。都市の成立は10世紀に遡る。 民伝司教ミーロフォン民伝の日付のないメモには、エクレシウム・イン・オールデン・ソープという記述がある。リムベルク上司、民伝司教は、オルデンドルフの王子主であった。ラーフェンスベルク博は14世紀に、民伝司教本部からリムベルク上祭を獲得した。現在の地域の大部分は、これ以降ラーフェンスベルク博領となった。1535年に、アムト・リムベルクが、 初めて記録されている。これは、ラーフェンスベルク白領の4つのアムトの1つで、現在の地域の大部分と、レーディングハウゼンなどの南の地域を含んでいた。アムト・リムベルクは、白領が廃止される最後まで存続したが、その首輸は、リムベルクから、オルデンドルフ、ビュンでベルニングハウゼンと変遷していった。アムト・リムベルクは、 他のラーフェンスベルク白領と共に、1648年に、ブランデンブルクプロイセン領となった。1570年頃、オルデンドルフは、フレカインと称した。また、1701年頃には、フライエス・をイグボールドと認識されていた。1719年4月17日にこの町は、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム一世によって、スタッドに昇格された。 1719年からこの年は国内関税を設けた。1743年に一人の市長と二人の市参事からなる市参事会制度が制定された。1783年、この町には手工業者や商人などの産業従事者が41人いた。彼らは自分の土地で農業にも従事していた。民伝ラーフェン・スベルク全域がそうであるように。 この町の住人も天からリンネルを生産する、家内労働を新たな収入源としていた。この産業は、重商主義を掲げるプロイセン王国によって、奨励されていた。1669年には、すでに大戦抵抗、フリードリヒビルヘルムによって、レーベント来年のためのリンネル工場がオルデンドルフに、建設されていた。しかし、機械式食器の普及や、 宝石産業の集中化によって19世紀半ばから、オルデンドルフの宝石産業は衰退していった。この頃、住民は貧困に苦しんでおり、多くの市民が、特に北、アメリカへ移住していった。1807年から1813年まで、この地域は事実上、フランス領であった。1811年までは、ベスト・ファーレン王国、それ以後は、直接、 フランス帝国の領土となった。ナポレオン支配の終焉後、1813年に、この地域は再び、プロイセン領となった。行政機構は1816年までに整備された。アムト・リムベルクは廃止され、現在の地域に位置した銃の独立した市町村は、1832年から、ベスト・ファーレン州、アムト・プロイシ州オルデンドルフとアムス・アルテス・ベーデに 含まれることとなった。また、1816年からこの地域は、ラーデン郡に属した。1830年頃、石炭を採掘する、アマリア炭鉱が開かれた。1860年頃からは、ラーフェンスベルガー地方、特に、ビュンデ近郊に、ヨーロッパのタバコ産業の一大中心地が、形成された。オルデンドルフ住民は、内職や、 作業場で、タバコの製造を始めた。1899年10月1日、ビューンデから、バスムに至る鉄道が営業を開始し、この町は、ホルツハウゼン・ヘディングハウゼン駅でこの路線に結ばれた。1年後の1900年8月9日、プロイシシュオルデンドルフとバートエッセンを経由して、ボーテム東駅で、幹線鉄道ミュンスターオスナブリュックブレーメン線に、 接続する視線が開通した。鉄道や郵便での識別性を向上させるため、1905年に市名に正式にプロイシッシュが添えられた。これは区別が明確にできない地名に対して、この地方でしばしば取られた措置であった。1906年に市庁舎が建設された。1910年、現在の市域内で、 ミッテルランと運河の建設が始まり、この区間は1914年12月に開通した。1915年のクリスマスに、ヘーデム付近の運河の堤防が決壊し、市内北部の運河よりも低い地域が水に浸かった。これにより、家畜の一部が死亡した。第二次世界大戦後、自動タバコ巻き機によって、タバコの内食は著しく衰退し、これに、 外国製品や技術的競合が白車をかけた。しかし、それを埋め合わせるように、家具産業、マーガリン工場、レンガ工場が世紀の変わり目に設立された。1958年には野外プールが作られた。1973年の市町村再編で合併した旧アムトと現在の地域。緑色の地域が、 旧アムトプロイシシュ、オルデンドルフ、灰色部分が、旧アムトアルスベーデである。紫色の線で囲まれた部分が、現在のプロイシシュオルデンドルフ市の地域。その北部に東西に引かれている青い線は、ミッテルラント運河を示す。1973年1月1日、ビーレフェルト法に基づく、市町村再編に伴い、アムトプロイシ,シュオルデンドルフよびアムトアルスベーデが、 廃止され、新たに重視区からなる都市プロイシシュ・オルデンドルフが成立した。同時に、オルデンドルフは新たに創設された、ミニコール・リベッケ軍の一部となった。1974年にオルデンドルフは、ルフト・クアオルトとなり、1981年に、ホルツハウゼン区、1993年には、ベルニングハウゼン区が同じ肩書きを得た。2007年12月に、 ホルツハウゼンは就任下の当事場となり、これ以後名前にバートが付けられた。1939年に空軍給油基地ルフトアンクラーガーに6として建設され、敷地の一部はニーダーザク先週に及ぶ燃料基地の軍事利用が1998年に終了した。最後までドイツ連邦軍が運用していたコルプスデポット155には、 第130野戦補充大隊と第76狙撃大隊の備品が保管されていた。現在のこの市はビーレフェルト法に基づく市町村再編によって成立した。旧アムトプロイシシュオルデンドルフで最も人口の多い自治体であったブラスハイムはリュベッケ市に編入された。もともとはリュベッケ市がそうであるようにミッテルラント運河を 新生プロイシシュオルデンドルフ市の北の市社会として、それよりも北の地域は、シュテムベーデやエスペルカンプに編入される計画であった。しかし、その対象となるゲトモルトとシュレッティングハウゼンは、これに強く反発した。自治権は放棄するが、せめてミッテルラント運河で分断せずに一体のまま、置いてほしいと希望したのであった。一方、南部では、 ベルニングハウゼン・ホルツハウゼンの合併で独立した新たな自治体を形成しようという動きが長らく続けられたが成功はしなかった。結果的にこれらに関わったすべての市町村がプロイシシュオルデンドルフとして合併することとなった。かつての法的に独立した市町村は現在は10の区になっている。バーとホルツハウゼンの境界遅くとも民伝校領が世俗化されて プロテスタントのプロイセン領となった17世紀以降、この地域では、プロテスタントのルター派が完全に優勢であった。この市には、計3つのプロテスタント教会区がある。プロイシシュ、オルデンドルフ、バート・ホルツハウゼン、ベルニングハウゼンである。カトリックのリューベッケッシュニュー司祭は、プロイシシュ・オルデンドルフに、司祭代理を置いている。 この町の宗教分布を示す間接的な数値として市内の学生に対する宗教調査結果がある。これによれば約70%がプロテスタント、5%がカトリック、3%がイスラム教の信者であった。14%がその他の宗教を信仰しており、8%が無宗教であった。 ユダヤ教の教区組織は1677年に設立されたのだが国家社会主義の時代を生き延びることができなかった。この組織はリュベッケやラーデンの組織と並んで旧リュベッケ軍の三大ユダヤ教区組織の一つであった。1797年にはこの組織に属すユダヤ人学校が設立された。シナゴーグは1863年に完成された。 ユダヤ人学校は1938年に老朽化のために解体された。ミンデナー通りのシナゴーグも1957年に取り壊された。シナゴーグ教区のユダヤ人メンバーは1938年までにこの町から追放され、肉屋の商人、アルフレート・エールリヒ以外は死亡、または殺害された。ユダヤ人組織を想起される最後の建築遺産が、 ユダヤ人墓地である。ここには1740年から1937年までの57期の破壊死が残されている。1999年から市長は市民の直接選挙で選出される。1999年から市長は市の首長であると同時に市行政の指導者でもある。これにより市主事の役職は廃止された。 2014年5月25日の市議会選挙で、マルコ・シュタイナーは67.3%の票を獲得して市長に選出された。プロイシ・シュオルデンドルフの市議会は32議席からなる。プロイシ・シュオルデンドルフの旗この市は1976年に、デトモルト行政官区長官により、紋章と旗の使用権を許可された。紋章は銀字に赤いタルキ型付け。 その上には赤い6つの突起がある赤い星。その下には斜め十字に組み合わされた2本の鍵。旗は長辺方向に赤白に分割した背景上、旗竿より中央に死の紋章。この紋章は軍の紋章と同様に、この地域の2つの典型的な紋章学上の衣装を組み合わせて作られている。たるき型図形は、 この衣装を紋章に採用していた、ラーフェンスベルク博の書領にかつて属していたことを示している。十字に組み合わされた鍵は、民伝司教の象徴であり、はじめは、全市域が属し、1815年までは少なくとも一部が属していた、民伝司教本部領及び民伝公領の全域で、よく見られる、紋章図形である。 1910年以前のプロイシシュオルデンドルフの紋章はラーフェンスベルク博の紋章と全く同じ3本のタルキ図形だけであった。1910年2月25日、現在の形の紋章が採用され1本だけのタルキ図形と聖ペテロの鍵のデザインとなった。紋章の3つの衣装である星はおそらく 隣接するリューベッケ氏の紋章に習って取られたものである。この星は、シュバーレンベルク博の紋章に由来するもので、現在も、シーダー・シュバーレンベルク氏の紋章に用いられている。フォルクビーン合成、フォン・シュバーレンベルクは、民伝司教で、1279年に、リューベッケを死に昇格させた人物である。クロルラーゲ城庭園のコンサート会場保養地では、定期的に、 クワコンサートが開催されている。さらに、ミンイコール・リュベッケ軍は、芸術と文化の振興のためにミューレン・クライスの、領主館とその公園協会と協力して、クロルラーゲ城の庭園で、室内楽コンサートを開催している。コルバーバンド NRW に加盟しているのは、以下の団体である。この他に、市は、青少年音楽学校を運営している。 フーデンベック水車博物館ヒッフェ上のオンエンシュタイン、北側から見たリムベルクとフェルターベルク市内には2つの自然保護地区がある。さらに市内には自然公園テッラビスタの南の一部がある。クワパークバートホルツハウゼンホルビンケル上館庭園市内のいくつかの騎士館周辺には公園施設がある。クワパークバートホルツハウゼン広さ約5ヘクタールのこの公園は 1558年に建設された漁主館周辺の歴史的な漁主庭園にその起源を持つ。この公園には水車もある。18世紀にはすでに果樹園や野菜畑の他に小さなバロック庭園が作られていた。19世紀に風景庭園が増設された。この公園にはグロンセア上川側の支流の小川とかつての水堀と合わせて池が作られている。 やがて公園は時代と共に荒廃していった。1980年頃になってやっとこの公園は修復され、保養地であるホルツハウゼンのクアパークとして整備された。特徴的なのは栗の並木道、バロック風の新しい公園区画、池の周囲の広い吉原を伴った自然のままの大きな草地などである。グロース・エンゲルス家公園この歴史的な 上官公園は、1805年に造営された簡素な、墓地に付属した、墓地庭園として建設された。事例約300から400年の菩提樹がある。ヘーデムのホルビンケル館公園この風景庭園の、要素を持つ、歴史的な上官公園は、グローセアウエ川沿いにあり、広さは、約10ヘクタールである。ラスホルストのヒフェ上官庭園この歴史的な、 風景庭園は広さ約7.5ヘクタールあり、1439年にはすでに記録されているヒュッフェー騎士官に面している。公園は1775年にカッセル在住の造園家、ピエール・バーギニョンによって造園された。この庭園ははじめ幾何学模様によるバロック庭園の非日常的要素と不規則な風景庭園と一体化したものであった。 19世紀になってから、風景庭園に改造された。この他、この公園の池には、墓地の小島がある。この公園はやや荒廃しており、かつてあった並木道は、今では、昔の姿で残されていない。バート・ホルツハウゼンの、クワパーク・バート・ホルジングこの8ヘクタールの広さを持つ、クワパークは1710年に発見されたいつつの、高宣言を中心としている。 この公園が現在の形になったのは第二次世界大戦以後である。軍当局は市内の旧本の孤立樹や樹木群を自然文化財に指定している。3つのクアオルトで定期的に開催されるクアコンサートの他にパレードと街道祭が行われる毎週パースが有名である。大きなスポーツクラブは厚部プロイシシュ、オルデンドルフ、スースホルツハウゼン、 SV エッゲタールアイニングハウゼンベルニングハウゼン、エッゲターラーテニスクラブ、ヘーデマーテニスフェライン、DLRG オルツグルッペプロイシシュオルデンドルフがある。また、3つの乗馬クラブがある。ホルツハウゼンヘディングハウゼン乗馬クラブ、エヒターブロックキバスポーツクラブ EV、セイゲオルクプロイシシュオルデンドルフである。プロイシ,シュオルデンドルフ区とベルニングハウゼン区には、ミニゴルフ場がある。 ホルツハウゼンヘディングハウゼン駅鉄道、ホルツハウゼンヘディングハウゼン駅は、ラーフェンスベルガー鉄道沿線の駅であり、1時間ごと、日曜日は2時間ごとに、同名のレギオナルバーン 71B レフェルト、ヘルフォルト・ビュンデリュベッケ・ラーデン線が運行している。この他、ノイエ・ミューレ駅がレーディングハウゼンのベルニングハウゼン等の、境界に接してある。 ディーゼル機関車ドイツ鉄道643型車両によるユーロバーンの旅客列車が時速 120km で通過している。ホルツハウゼンヘディングハウゼンでボームテに向けて西に分岐する路線は市内中心部に近いプロイシシュオルデンドルフ駅までの区間を除いてビットラーガークライスバーンにより営業が続けられており貨物列車が運行している。また、 時折保存鉄道の運行もなされている。この路線沿いには、記述のプロイシシュオルデンドルフ駅、ホルツハウゼンヘディングハウゼン駅の他に、オフフェルテン駅とホルツハウゼン駅がかつてあった。バスバスは、リュベッケ及びエスペルカンプ方面へは、ミンデナー・クライスバーンによって運営されている。週末や、午後の時間帯には、タクシーバスでの運行である。ボームテ方面へは、 ラントクライスオスナブリュック交通会社 GMBH のバート S 線経由のバスが1時間ごとに運行している。プロイシシュオルデンドルフはオストベストファーレンリッペ交通連盟に加盟している。道路プロイシシュオルデンドルフから修道557号線を経由して南に向かうと連邦アウトバーン A30 号線に接続する。連邦道 B65 号線は プロイシシュオルデンドルフを東西に貫いており、市内中核部では、プロテスタント教会の周りをこう描いて迂回している。プロイシシュオルデンドルフ市内のミッテルラント運河水路と、港、プロイシシュオルデンドルフ市内を東西に、ミッテルラント運河が貫いている。ゲトモルトには、工業港がある。これは、オスナブリュックと、民伝との間で最大の港である。これとは別に、 ゲトモルトには、ミッテルラント運河沿いにヨットハーバーもある。またゲトモルトは、バートエッセンからミンデンのミンデン水運路ジャンクションまで運行している、ミンデナー客船のバイセフロッテ号の寄港地である。自転車この町は、バーンラートルートベーザーリッペ、市内のクワオルトを通る、ウェルネス自転車ルート、エンスヘデに至るベストイコールオストイコールラートベク、ミューレンルートといった自転車道に面している。 周辺の上管や領主管へ行く特別な分岐路も設けられている。遊歩道市内南部をビッテキンツベクという遊歩道が通っている。プロイシシュオルデンドルフではノイエベストフェーリシェとベストファーレンブラッドが地元の情報面を持つ司法師として購読されている。ミンイコールリュベッケ軍向けのローカルラジオとしてラジオベストファーリカがある。この街の経済構造は 主に中小企業からなる。2006年時点でこの町には社会保険支払い義務のある労働者が約2700人働いている。2007年時点の失業率は5.8%であった。主な産業分野は木工、家具産業、金属加工業、機械製造、商業、化学産業、観光業である。最大の産業地域は ゲトモルトの産業、工業港地区である。工業地域の面積は、市の北部を中心に、合計330ヘクタールを超える。最大の企業は、ボルテラ・レーベンスミタルワーク W ・ボートメイヤー、GMBH 及びテトラ・ GMBH である。ホルツハウゼンの、ホテル・バルター・バーでの記念版これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。